はい、まあ、近くでねウグイスが、まあ、綺麗に鳴いて、まあ、可愛く鳴いていますね。こちらはですね今宮八幡宮です。当地柏木沢の地名は柏の木が多く、まあ、三本川の沢に囲まれた場所であるがあることが由来とされます。源義経ゆかりの義経街道や白井街道、真田街道、伊香保街道など鎌倉、戦国、江戸時代に街道とともに発展しました。東宮は1264年京都の石清水八幡宮から勧請され、御祭神は応神天皇、御神徳は将軍、技能上達、子宝、長寿、厄除けです。江戸時代に多くの石造物が奉納され、総数24体の中には、孝神様、農産物の神、二十二夜様、安産を願う女人公の神、観念仏供養と、館中に行った念仏巡回供養の成就記念、琴平宮、海上交通の守り神、天満宮、学問の神様、まあ、などがあります。幕末に、まあ、造立された馬頭観世音は203センチあり、高さは町内2番目の大きなものです。神社の象徴、石鳥居は、宝暦9年、1759年建立。現在の宮は、昭和26年に瓦葺きに改修されました。まあ、このようなね、まあ、説明がございます。まあ、特にね、何かに指定されているというわけではないようですね。はい、先ほどのね、説明板にあった、石造りの鳥居です。まあ、宝暦9年4月吉日。まあ、こちらにはね、まあ、平大社ですね。安政4年3月吉日。嘉永7年6月吉日。まあきっとね、これ、まあいろいろね、はためいてますんで、まあこの、最短祭っていうの読むのかな。平成29年。まあそのためのね、あれだと思うんですけどね。絵馬の方の、まあ、高校合格ね。水泳選手になりますように。家内安全、健康長寿。一年間お守りいただきありがとうございました。幸せが続きますように。中学では勉強を頑張りたい。特に英語。笑顔で過ごせる一年になりますように。へえ、いろいろと皆さんお願い事がありますね。まあ、こちらがね、まあ、拝殿の正面です。まあ、真新しい見学ですね。今宮八幡宮。建立は1264年。
これ琴平宮ですね。まあ、こちらに書いてございました。まあ、海上交通ってありますけど、まあ、交通安全で、まあ、よろしいかと。琴平宮です。交通安全は本当にお願いします。はい、そちらがね、琴平宮、まあ、交通安全。そして今宮八幡宮拝殿、まあ、向かって左側の側面です。拝殿、そして、まあ、本殿。なるほど、まあ、こちらにね、まあ、今宮八幡宮の元宮とあります。まあ、寛永時代1630年頃。なるほどなるほど、これがこちらの神社の元宮です。でもきちんとこういった説明板が立ってるっていいですね。まあ、きっとね、まあ、最初からね、赤く塗られていたんじゃなくて、まあ、さすがに、まあ、読みにくいっていう、まあ、氏子さんたちの声が上がってね、まあ、後から、まあ、塗ったものだと思われますけどね。更新供養塔。まあ、しっかりとこの下の部分には、まあ、三猿がいらっしゃいますね。上、右からね、まあ、見ざる、聞かざる、言わざる。まあ、こちらがね、まあ、観念仏供養塔。まあ、寒い季節にね、まあ、念仏をたくさん唱えてと、その達成記念みたいな。明和8年3月吉日。まあ、こちらが最後かな。はっはー、なるほど。まあ、こちらはね、まあ、説明版にもね、もちろんありました。22夜様安産の神。女人公中。はい。死ゆいの姿、女医林観音。ははあ。こんなきちんと竹垣っていうか、まあいい感じになってますね。記念名は10月吉日はあるけど、まあ、文化8年ですね。へー。
如意輪観音さん、なかなかいいですね。はい、こちらがね、今宮八幡宮さんでした。ご視聴ありがとうございました。